ような高いところに登らないのよ。声優2人がゆるい時間をお届けする脱力系バラエティ、皆さんこんばんは、朝倉あずみです。石原香里です。はい、ということで今週も始まりました、はい、プラトゥー第7回目、あっという間だね。あのよくアニメとかでワンクールものって、もう6話を超えると結構もう終わりだなって思いません？わかる、半分を超えるとね。大体アニメって13話が多いからね。そうですよね、だからなんか7回目って聞いてもあっという間だったなっていう風に感じますね。この番組が13回で終わらないことを祈りつつ、13回で終わらないんだったらまだ序盤だし、そうですね、終わるんだったら半分までいっちゃったけど、やだやだそんなのやだ。じゃあ頑張って続けられるように頑張りましょう、ね、だって長寿企画になるようにね、私たち第2回でロケに行ってちゃんと祈願してきたので、きっとね長く長く続いてくれるんじゃないかなと思います、というわけで今週も早速やってみましょう。せーの、プラス。この番組はセガバンダイチャンネルの提供でお送りいたします。学んでプラス特別編。特別編、特別編なんですよ、今日は何学ぶか知ってますか？知らない、聞いてないよ。そうですよね、知ってるの？実は今日の学んでプラスの先生は来ません。いつもなら先生が登場し2人を大人にするための授業を行うコーナーですが、今回はキャロリン持ち込みの特別企画。あずね、今日って2月15日なんですけれども、何の日か分かりますか？まさかの私、まさかのお誕生日。そうですよ、ということで本当に知らなかった今。実はキャロリン、あずねに内緒であるロケをしてきました。きっかけはプラトゥー第1回目の放送のプロフィール紹介コーナーでのあずねの一言。1987年2月15日バレンタインデーの次の日じゃないですか。そうなの、だからお誕生日とかもこう祝ってはもらえるんだけど、あ、誕生日プレゼントって渡されるものが16日の残りのチョコとか。かわいそう。そこでキャロリンが立ち上がった。あの料理全然できない。同じく第1回目の放送でこんなことを言っていたキャロリン。大人って言うとやっぱ料理ができるってイメージがあるから料理とかやってみたいなって。というわけで今回はキャロリンの料理挑戦とあずねの誕生日をお祝いする一石二鳥の特別企画、学んでプラス特別編、キャロリンがあずねのバースデーケーキ作りに挑戦。今回は大好きなあずねが誕生日ということでサプライズケーキを作ってあずねにプレゼントしたいと思います。今回バースデーケーキ作りに協力してくれたのが東京青山にあるお菓子教室、南青山アンガトー。最近年の差婚をしたグラドルやあの大食いタレントも通っているそうです。今回教えてくれるのは国吉先生と秋先生のお二人。国吉先生は本場フランスで修行を積み有名菓子店で腕を磨いた後南青山アンガトーを開校。スイーツ教室のカリスマ講師がキャロリンをしっかりフォローしてくれます。実は私イメージ図を書いてきたんで、見ていただきたいなと思うんですけども、こちらの風になっていて、ここにあずねお誕生日おめでとうという字とか、あとはなんかこういうクッキーとかそういういろんなのでデコレーションして可愛くしていけたらいいかなと思ったんですけれども、作れたりとかできますかね？そうですね、カトルカールっていうケーキなんですけど、カトルカールとはフランス語で4分の1が4つという意味。
薄力粉、卵、バター、砂糖の4つの材料を同じ分量ずつ使ったシンプルなケーキなんです。では早速カトルカールを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは下準備。はい、では粉をふるってください。粉、はい、粉、これですね。はい、薄力粉。薄力粉、これふるって何するんですか。あ、粉のふるい方も知らないキャロリー、本当に大丈夫。これザルなんですけど、はい、あのお粉ふるときに使うので入れて叩いて、あ、叩いて、はい、ふるってください。そうするとこう粉がサラサラして空気を含むんですね。やってみましょう。分からなかったです。粉をふるうことでケーキがよりふんわりと仕上がるんだそうです。ザルなんですけど、これはこの上でやっていいですか。はい、あ、そうなんですね。はい、全部入れちゃっていいですか。はい、あ、出ちゃった。出ちゃった。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、あ、強く入れすぎちゃったかもしれない。はい、じゃあふるいましょう。はい、こんな感じで大丈夫ですか。はい、ちょっと大丈夫じゃないですね。大丈夫じゃないですか。はい、ちょっと先生やりますね。はい、まずは先生にちゃんと習いましょう。手に打ちつけるのがコツみたいですね。ギャロリン再チャレンジ。じゃあいきます、はい、出てんのかな。あ、すごい、さっきよりも全然綺麗に感じる。これがフルーなんですね。はい、そうです。はい、ギャロリン感激しすぎ。まだ下準備の段階ですからね。準備はまだまだ続きます。すごい、なんか面白いペンキ塗ってる感じがします。なかなかバターを塗るときペンキ塗りっていうのね。素敵ですね。ありがとうございます。何やってるんですか。バターを塗る作業をペンキ塗り、打ち粉を粉雪と表現する。これこそ誰にも真似できないキャロリン流クッキングなんです。こうして下準備も最後の工程に。レモンの皮を薄くすりおろします。これは楽勝ですよね。お、香里さん指まで削らないで。危ないとかしています。そういえばこの危なっかしい手つき、どこかで見覚えありませんか。すごい分厚い素敵の、お、レディ。そうなんです、キャロリンは18年間料理経験がほとんどゼロ。でも大好きなアズネアのためにと怪我も恐れず頑張っているのです。先生に助けてもらいながら、なんとかレモンのすりおろしも完成。やっと下準備が完了。2時間もかかっちゃいました。ここからがやっとケーキ作りの本番です。それでは今から生地を作りますね。はい、さあ始めましょう。まずボウルに卵を3個割り入れてください。はい、こちらのちっちゃい方で大丈夫ですか。はい、小さい方ですね。はい、じゃあ卵とか。卵割るの得意ですか。はい、よく卵かけご飯は自分で作るので。では自慢の卵割り見せてください。割るのは得意なんです。はい、あれ、あれ、出ちゃった。よし、よし、大丈夫です。まあよしとしましょう。じゃあ泡立て器は電動を使ったことありますか。ないです。はい、キャロリン電動泡立て器に初挑戦。キャロリー集中して。卵かけご飯作るとき断然楽ですね。これだ、卵かけご飯作るとき今までより何千倍も早いから、これ使って卵かけご飯作りたい。すごい。その前にちゃんとケーキも作りましょう。砂糖を入れて60度の湯煎に当てながら混ぜます。すごい、ふわふわだ。はい、ふんわりとし、生地が温まったら湯煎から外し、
もったりとするまで混ぜます。そして最初にふるっておいた薄力粉を入れてさらによく混ぜます。はい、いい匂い、すごい。途中でレモンの皮、溶かしたバターを入れ再び混ぜます。じゃあ OK です。はい、ちょっと先生のこれはここで大事なポイントが、はい、どんどん手早く、うん、バターが下に落ちてませんか、はい、落っこっちゃってずっとやっても出てくるなと思ったんで、ね、回してすくい上げて縦に切る、縦に切る、はい、こんな風にバターを返して、はい、そこから上にバターを上げて縦に切る、ちょっとやってみましょうね、はい、縦に切る、回して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 縦に切る、くるくるさっさくるくるさっさ、くるくるさっさ。キャロリン、なんだか様になってきましたね。あ、そうなんです。出来上がった生地を型に流し入れ、空気を抜いて、あとは170度の温度で焼きます。スタート。おお。ということで焼き上がりましたので出してみたいと思います。おお、すごい。よいしょ。じゃあ早速、よいしょ、出してきて。あ、ものすごくいい匂いがします。初めてかも、こんなにいい匂いの。カトルカール、ちゃんと覚えてください。ではケーキを冷ましている間にデコレーション作り。これは簡単ですよね。ちょっとやってみる。もうちょっと、もうちょっと綺麗に塗れませんか。難しい。キャロリンには難しいようです。でもアズネーに喜んでもらいたい一心でキャロリン作業に没頭します。はい、乗せました。完成です。完成です。よし、こちらの名前なんですけれども、キャロリン特製アズネーハピバーケーキでございます。まあ、気に入っていただけるんじゃないかなと思います。すごい！ありがとうございます。これ開けていい？もう、じゃんじゃか開けてください。うわー、嬉しい！それでは、開けたいと思います。じゃん！これが4時間半かけて作った力作、キャロリン特製アズネーハピバケーキ。2人に見立てた人形の横にはキャロリンのネイルをイメージしたクッキー、そしてなぜか先生のネックレスをイメージしたクッキーも。それをちょっと見立ててやって私関係ないんですけどキャロリンさん気になるお味は。ちょっとレモンが入ってて、酸味が。おいしい。よかったよかった。一足すごいしっとりしてるね。喜んでもらえて嬉しいです。すごい嬉しい。びっくりしました。まさかの、まさかのバースデーケーキのプレゼントでありがとう。いえいえ。ということで改めて、はい、あずね、お誕生日おめでとう。ありがとう。いただきました。はい、じゃあもう一回どうぞ。私たちは渋谷にある篠崎スタジオ神宮前ピットを訪ねました。はい、うん、おいね、どうぞ。あ、もう一つ音をかぶせて。そうそう、だから喜んだって言ってね、そこはもうちょっともう気持ち落ち着いてやってくれればいいよ、そこ、うん、合わせる。ということで、はい、私たちプラトゥーの2人は声優としてスキルアップ目指し、演出家篠崎光政さんの協力をいただいて読み聞かせにチャレンジ、頑張ります。はい、皆さんこんばんは。今日は柳瀬隆さんが書いた
優しいライオンのお話をしましょう。優しいの？ライオンが？そう、優しいライオンなの。猛獣だよ、怖いんだよ。テレビでシマウマ食べてるの見たよ。そうよね、ライオンは猛獣だから動物園で見ているだけでも怖いわね。でもこのライオンはね、とっても優しかったの。お話聞きたい。はいはい、それじゃみんな静かに聞いてね。お父さんもお母さんもいないたった一人ぽっちのライオンの赤ちゃんがいました。お父さんは他のライオンとの争いで大怪我して、それが元で死んでしまいました。お母さんはこの赤ちゃんを産んですぐに病気で死んでしまいました。そこは大きな動物園でいろいろな猛獣が飼われていました。ところがこのライオンの赤ちゃんは生まれたばかりだったので、哺乳瓶からミルクを上手に飲むことができませんでした。いつもお腹が空いているのでブルブル震えてばかりいました。そこで動物園の飼育係の人たちは大変心配をして、なんとかミルクを飲ませようといろいろ工夫をしましたが、どれもこれもうまくいきませんでした。でもこのライオンの赤ちゃんはブルブル震えているのに、いつもニコニコと笑っている明るいライオンでしたから、飼育係の人たちから可愛がられ、ブルブルと名前が付けられました。動物園の飼育係の人はミルクを飲めないこのライオンの赤ちゃんを心配して、子供を病気で亡くした犬のお母さんに預けることにしました。毛が長くムクムクと温かそうな犬でしたから、ムクムクという名前で呼ばれていました。ムクムクは自分の赤ちゃんを亡くしたばかりだったので、ライオンの赤ちゃんが犬小屋に入ってきた時は大喜びでした。ライオンの赤ちゃんも久しぶりにおっぱいをお腹いっぱい飲んでご機嫌に眠ることができました。ライオンの赤ちゃんのブルブルは優しい犬のムクムクが大好きになりました。本当に大好きになりました。ブルブルはムクムクが歌う子守歌が大好きでした。ママもっと歌って、ママ歌ってよ。まあブルブルったら甘えん坊ね。でももう寝る時間ですよ。眠たくないよ僕、歌って。まあいいわ、最後にもう一度だけ歌ってあげましょう。ママ大好き。ムクムクはブルブルにいろんなしつけをしました。お預け。食べたい。いけません、お預けですよ。今すぐ食べたいよ僕。そんなわがまま言っていたら王様にはなれませんよ。王様？そうよ、ライオンは動物の中で一番強いから、大人になったら王様になるのよ。へえ、そうなの。王様か。我慢できなきゃ王様にはなれないの。わかった、僕我慢する。もう一度やって。お預け。食べたくない食べたくない食べたくない。ああ、まあよく我慢しているわね。ああ、食べたいよ。お預け。僕は王様になるんだ。ブルブルは毎日成長します。お手。にゃーわっ。にゃーわっ。にゃーわっ。わっ。それよ。わっ。ブルブルは毎日成長します。仲良く遊ぶのよ。僕が最初に見つけたんだよ。私が取ってきたんだから私の。僕が見つけたんだよ、だから僕のものだよ。私の、私のよ。僕の。何よ大きいくせに。僕のせいじゃないよ、勝手に大きくなったんだよ。うーん、ワンワン。うーん、うーん、にゃんにゃん。変
な鳴き方。にゃんにゃん、気持ち悪い。あっちで遊ぼう。あ、遊ぼうよ、待って。仲良く遊ばなくちゃね。寂しい思いをしたくないでしょ。うん、わかったら、さ、こっちへおいで。ブルブルはムクムクに育てられて優しいライオンになりました。ブルブルはどんどん大きくなってお母さんよりも大きくなりました。ブルブルは立派なライオンになりました。ムクムクは年を取りましたが、まだとても元気でした。ある日、ブルブルは大都会のサーカスへ移されることになったのです。ブルブルとムクムクは離れ離れになりました。そして何年か経ちました。ライオンのブルブルは今ではサーカスの人気者になっていました。ブルブル、いい子ね。おやすみ、おやすみ。ミルクをたくさん飲みなさい。大きく大きくなりなさい。ブルブル、いい子ね。おやすみ、おやすみ。とどこからかムクムクの歌声が聞こえてきたのです。お母さんだ。ブルブルはものすごい力でサーカスの頑丈な檻を破って飛び出しました。ライオンだ、助けてママ、怖いよ。町の人はびっくりしました。何しろ人が住んでいる家の庭先にある犬小屋の中からライオンが飛び出したり、公園の散歩道を何かを探しているかのように走ったりして、小さい町は大騒ぎになりました。ライフルを持った警官隊がライオンの後を追いかけます。町外れの白い雪の丘の上で、ブルブルはすっかり年を取って今にも死にそうになっているムクムクを見つけました。お母さん。その声はブルブルだね。お母さん、もう年を取って目が見えなくなってね、お前の立派なたてがみを見ることができなくて、触らせておくれ。お母さん、ツルツルだね。本当にいい毛並みだ。母さん自慢したいよ、こんな立派な息子がいるんだって。お母さん、今度こそ離れないで一緒に暮らそうね。その時、警官隊の隊長は撃てと命令しました。撃ってはいけないのに、ブルブルはとても優しいライオンなのに、ドン、あー、ドン、あっ、お母さん。ブルブルはムクムクをしっかりと胸に抱いて倒れていました。雪の丘の上にブルブルの足跡がついていました。でも不思議なことに、丘の中ほどで足跡はふっつりと見えなくなっていました。その夜のこと、年寄りの犬を背中に乗せたライオンが空高く飛んでいくのを見たという人が何人もいました。バンダイチャンネルニュース。バンダイチャンネルの有料会員になると、人気アニメ、新作アニメ300作品以上が見放題。化け物語も有料会員向けに配信中。好きなエピソードを繰り返し何度も見てくださいね。また機動戦士ガンダムシード HD リマスターを有料会員対象に独占配信中。毎週最新話をなんと9日間限定でいいで配信。新作カットも多数ありますのでお見逃しなく。そして私とキャロリンが出演しているリンネのラグランジをどこよりも早く配信します。毎週日曜日22時より期間限定有料会員向け先行配信。毎週水曜日からはどなたでもご覧いただける最新話の1週間無料配信をしていますので、皆さん絶対見てくださいね。詳しくはバンダイチャンネルの公式サイトをチェック。以上、バンダイチャンネルニュースでした。この番組は
セガバンダイチャンネルの提供でお送りいたしました。プラトゥー反省会第7回はい、終わりました。今回はもうなんといってもキャロリンが作ってくれたバースデーケーキにつきます。いやいやいや、喜んでいただけて本当に嬉しかったです。嬉しかった。ありがとうございます。私に知識がなかったので大変だったんですけど、でもやっぱりアズネに喜んでほしいなと思って一生懸命愛情込めて作ったのですっごく楽しかったです。これさ、はい、作った後に、はい、お家でまた作ったりとかした？まだしてないんですけど、うん、やりたいなと思ってるので、次もう少ししたらやりたいなと思って。もう少ししたら、もう少ししたら、そうなんです。じゃあまたその作ってきたケーキをね、はい、ブラトゥーの、はい、現場でまた紹介できたらいいね。はい、また来週お会いしましょう。バイバイ。